こんにちは、こんばんは、大森にちかです。今年は牛年ということで、今回は牛肉食べ比べクイズに挑戦します。じゃーん、こちらになんと焼肉弁当を用意してもらいました。この中に3種類のお肉が入ってるみたいで、どの部位が入ってるかも知らないんです。何がいいかなでもお肉ほんと大好きだから、これね結構自信ありますね。目開けたまま食べたらさすがに誰でも分かっちゃうということなので、某格付け番組風にですね、アイマスクも装着したいと思います。じゃあ今からアイマスクつけます。はい、見てこんなんなりました。もう何も見えてないよ。もう台本も何も見えてないよ。ということでどう、これ似合う？早速食べ比べしていこうと思います。初めてこんなんつけたよ。1枚目のお肉から。あネギの味したな。ネギ美味しい。うま。意外とね、でかかった。じゃ2枚目のお肉。はい、来い。いきますよ。ああ、もっと大きく。ああ、はい、大丈夫です。味が全然違う。なんて言うんだろう、この食感全然違うわ。え、なんだろう、でも濃いな味が。ご飯食べたいなご飯挟んでいいですかちょっとご飯挟もう。一回ちょっとリセット、うん、お肉の味が染みてる。美味しいなこれ。お水も来た。でもなんか分かったな。次いきますね。じゃあ最後ですね、これが、はい、最後のお肉。何かな。待って、これ最後むず。え、お肉だよな最後。お肉じゃない気がしちゃった。難しい。あ、食べちゃった、あっという間に。受け取ります。はい、食べ終わりました。いやーもうね、結構悩む。2番目までは割と自信あるんですけど、最後のものが本当食べたことないんだけど、あんなの。意地悪されてるのかな。肉だよな。何が一番好き？何番が一番？味的には。じゃあこのこれにね正解を書いてみます。待って、わかんない。あ、わかった。よし、私は自分の舌を信じますということで、じゃあ私が書いたのこれ。1番牛タン、2番カルビ、3番砂肝。砂肝の味したんだよ、だって。正解は、え？ 1 番タン、2番カルビ、やった！ 3 番ハラミ。ハラミか？私、ハラミが一番好きなんですよ、肉の中で。砂肝と間違いがひどくない？ハラミだった。まさかの大好きなハラミを間違えるっていう。いいですか、正解を見たい。じゃーん。あ、これか。ハラミだ、見た目がもうすでに。じゃーん、これがタン、カルビ、ハラミ。ハラミ大好き。ごめんね、いただきます
ーい。ご飯と一緒に食べちゃう。うん。うん。おいしい。うまっ。うん。おいしいハラミです。何だったんだろう。なんで砂肝って言ったんだろう。やっぱ目で見て食べるのが一番うめえ。なんか悔しいな。こんなにおいしいハラミなのになんで分かんなかったんだろう。ね、砂肝って結局ホルモンです。砂肝ってなんだ。焼き鳥か。鳥。ほんとひどい間違いをした。でも美味しいハラミでよかったです。ということで、今日は牛年ということで牛肉食べ比べクイズやってみました。皆さんもお家でやってみたら楽しいと思います。ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またねー。